個人消費が拡大して需要が大爆発する。パカパカ、皆さんこんにちは。まちゃんこと経済アナリスト馬渕麻衣子です。この番組では金融に関わる情報や株式投資についてのトレンド、さらには皆さんの疑問についてお話ししていきたいと思います。今日はワクチン接種と株式市場の動向について見ていきたいと思います。まずはですね、日本より少し先を歩んでいるアメリカの動向を抑えることで日本の今後を占っていきたいと思います。ワクチン接種が進むことで、個人消費が拡大して、外食や観光、こういったところで需要が大爆発する可能性があるんですね。ではアフターコロナに向けてどのような切り口で銘柄を選定すればよいのか、3つの切り口をご紹介いたします。最後に銘柄をご紹介しています。では早速いきましょう。アメリカは今どのような状況なのでしょうか。実はワクチン接種が進んで経済が動き出しているんですね。5月3日にニューヨーク州のクオモ知事がこれまで州内の飲食店や小売店に課していた収容人数の制限があったんですけれども、この制限を5月19日から撤廃するというふうに発表しています。でこれによって市民生活が正常化に向けて大きく前進していくというふうに考えられています。また4月15日に発表された3月のアメリカの小売売上高が前月比プラス 9.8%、前の月に比べてプラス 9.8% と個人消費がかなり堅調となっているんですね。これを受けて、コロナでダメージを受けたサービス業を中心に回復が見込まれています。ワクチン接種の普及とともに経済が正常化することで、今まで抑圧されていた反動によるリベンジ消費と言われるんですけれども、このリベンジ消費が起きるというふうに予想されています。そしてもう一つ、アメリカ人はですね、コロナ禍で多額の貯蓄を今積み上げているんですね。コロナ禍で使えなかったので貯蓄に回しているというふうに言われています。その額が約なんと180兆円に上るというふうに推定されています。経済再開に伴ってこの資金が一気にですね、消費に流れ込むというふうに考えられていますので、今後2四半期の個人消費が70年間で最も強くなると見込まれているんです。ワクチン接種が進むことで当然日本でも同じことが起きる可能性が高いですよね。で日本においてはですね、実は約28兆円の過剰貯蓄が溜まっているというふうに言われていますので、ワクチン接種の進捗状況に応じて、サービス業を含めて多くの需要が大爆発する可能性があるんです。ではこの先どのような切り口で銘柄選定をしていけばいいのか、3つの切り口をご紹介したいと思います。まず1つ目が今お話ししてきたリベンジ消費に関連する銘柄です。そして2つ目がですね、自社株買いの再開を狙う動き、これが2つ目になります。そして3つ目が黒字転換した銘柄になります。それぞれ具体的に見ていきましょう。まずはリベンジ消費の銘柄ですけれども、リベンジ消費として回復の兆しが期待される代表格が百貨店、外食、旅行などの業種です。日本百貨店協会が発表している全国百貨店の売上高、3月の売上高がですね、実は 21.8% 増と18ヶ月ぶりのプラスとなる回復になっているんですね。ここからもですね、経済の回復の兆しが少し見えてきています。またファミリーレストランを含めた外食産業、そして映画館、レジャー、こういったところは客足が徐々に復調すれば売上高も回復することが期待できます。その他ですね、個人消費の増加とともに当然移動が制限されていたものが復活してくるわけですので、鉄道であるとか航空業界の立ち上がりも予想されます。続いて自社株買いの再開の動きを狙うです。コロナ禍で企業の株主還元を大きく影響を受けました。業績の見通しが立てられないために手元資金の確保を優先する企業が当然増加しました。しかしワクチン接種の普及によって世界経済の正常化の角度が高まってきていますので、2021年度は自社株買いを再開する企業が増えそうです。自社株買いを実施すれば1株あたりの利益が高くなるんですね。つまり株価の価値が高くなることから株価が上昇しやすいという傾向にあります。で実際に事例としてこちらをご紹介したいと思います。ビッグカメラ傘下の家電量販店の小島は4月8日に自社株買いを発表しています。
で、その後こちらのチャートにあるように株価が上昇していますよね。そこで自社株買いの再開をするような銘柄に注目しましょうという銘柄の選定方法になります。コロナ以前である2019年までにですね、自社株買いの実績がまあ豊富にある企業でありながら、やはり2020年コロナ禍で自社株買いを行わなかった企業、その中で今後利益が増加していく企業、こういった企業をまず探していくこと、さらにはアナリストによる自社株買いの予想というものが出ているんですけれども、こういうふうな予想がある企業も狙い目になります。そして最後が黒字転換銘柄になります。2020年は感染拡大の影響で赤字に転落していた企業の中でも、足元を見てみますと四半期ベースで黒字転換している企業に注目になります。で、前期まで赤字だった企業は株価が低い値段で放置されている傾向があります。この先業績が拡大するこの手前のタイミングに、周りの投資家よりも先にチェックしていくことで利益を伸ばすことができます。最後にピックアップした銘柄をそれぞれ見ていきましょう。リベンジ消費銘柄は百貨店、外食、鉄道、航空、レジャーからピックアップしました。代表的な銘柄としてジェイフロントリテイリング、三越伊勢丹ホールディングス、そしてスカイラーク、サイゼリヤ、ゼンショーホールディングス、ロイヤルホールディングスです。で、鉄道航空では JAL、JR 東海をピックアップ、そしてレジャーではオリエンタルランドですね。いずれも誰もが知っている、まあ、有名企業の中で、まあ、今後業績が拡大していくリベンジ消費が期待されている銘柄となっています。そして先ほど自社株買いの再開の動きを狙うとして、まあ、ピックアップ方法をご紹介いたしましたけれども、そのピックアップ方法の中で、まあ、選定されたものがこちらになります。アスビル、大日本印刷、価格コム、広瀬電機、三菱 UFJ、 トヨタ自動車となっています。最後が黒字転換銘柄となります。日本製鉄、 TKP、 IHI、 新日本電工、ポコペリになります。いかがでしょうか。気になる銘柄がありましたらご自身でぜひチェックしてみてください。ここまでご覧いただきましてありがとうございます。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。これからも金融市場、株式投資の情報を発信していきます。コメントやご意見、ご感想もお待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。